レッスンの前後ですごい体の変化というか、土台を整えるってこういうことかなって実感ができた。体調とかも全然違いますね。睡眠の質が上がりましたね。皆さんこんにちは、ゆうとれです。今回は初めての試みなんですけれども、ゆうとれのサロンに入会されている人にお体にどのような変化があったのか、あとはどうやってそのように変化したのかということをインタビューしていきたいと思います。では来志さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私は30代でデスクワーク中心の出版系の仕事をしています。なんか仕事中に公務だったりできないので、それで結構不調を抱えてます。でもデスクワークの方ってすごい多いなと思うんですよね。今回のそのライシさんの話とかってすごい勉強になる方も多いんじゃないかなと思います。ちなみにその運動の経験とかって今まであるんですか？あ、運動は中高柔道部で、で大学が馬術部でした。結構珍しい経歴というか運動経歴。そうですね。そうですよね。社会人になってからはそんなに運動をしなくなったという感じですか？完璧にやめたわけじゃないんですけど、はい、その就職してからやっぱ新卒の期間とか忙しかったので、はい、その期間やらなくて、その仕事のストレスで運動不足と重なってすごい体重が激増してしまってからダイエットを始めたっていう感じです。サロンに入る前の悩みだったりとかってありましたか？激増しちゃった体重も含めてそうなんですけど、2年前ぐらいに結婚が決まって、じゃあドレス着るってなった時に痩せなきゃと思って本格的に頑張ろうなんて結構できる限りのことをしようとしたんですけど、でその時のなんか風潮としてもとにかく筋トレ、ドレスを綺麗に着たいはずなのにめちゃくちゃ毎日プロテイン飲んで筋トレするみたいな大変ちょっと間違った方向性のことをして、でまあ当たり前ですけど別に体重が落ちるわけじゃなくね、なんか思ったようにならないなみたいな、シンプルに体調悪いなみたいな筋肉ついて代謝上がってるはずなのに毎日なんか腰痛いみたいな、結構心身ともにあって、ご多分に漏れずファスティングをやってみたりとか痩せたっていうかもう絞ったみたいな状態で結婚式を迎えたんですけど、なんか結婚式が終わって、じゃあこれから、まあ、完全に運動をやめないけどどうしようかなみたいになった時に、私なんか根本的に間違えてるんじゃないかなと思って、これから先そのダイエットとかボディメイクとか自分の体とどう向き合っていこうかなって思った時に、そのゆとれさんのサロンに出会ったって感じです。今までダイエッターの方が経験するようなことを多分全部やりましたよそうですよね、通ってきたのかなっていう感じがしました。漢方飲んでみたり着圧のスパッツ履いてみたり努力量とこうなんか比例しないじゃないですか。あ、そうなんです。だから、はい、精神的にきついみたいな、なんか努力に結果が伴わない苦しさみたいなのすごい長期間ありました。いろんなサロンがあると思うんですよ。でその中でもその僕のサロンを選んでいただいた理由とかっていうのはあるんでしょうか？挙式のそのダイエットに向けての間で、その YouTube でゆうとれさんのあの立ち腹筋に出会ってでなんかすごいキャッチーだし、なんか再生数すごいからやってみようかなみたいな思ってやって、それでこう認識してたんですけど、オンラインサロンに入ってやろうってなった時に、ちょうどそのピーク生の募集のための無料レッスンをやられて、こうやってお試しできるのいいなと思ってやってみたら、地味だなと思ってやってることすごい地味だけど、なんかそのレッスンの前後ですごい体の変化というか、立つの楽かもみたいな変化を感じて、土台を整えるってこういうことかなって実感ができたので、ここに入会しようと思いました。なんか僕のイメージだと地味な動きがあると離れてしまうかなっていうイメージだったんですよ。まあその土台を整えて、ビフォーアフターの変化があったからその入会していただけたのかなって思ったんですけど、やはりそういうことなんですか？その結婚式前にパーソナルジムにも通ってて、はい、そのトレーニングをしてたんです。で趣味でピラティスとかも行ってみたりして、その全然違う分野のトレーナーさんに どっちの方にも、もう筋量は十分だよみたいな、筋量が十分にあるのに使い方下手だねみたいな
ピンとは来なかったんですけど、確かにやってって言われた動きに対してその筋肉とか神経が反応しない感がありまして、難しいですよね。その全身を鍛えることとその体を全身を使って動かすみたいなこと、うん、ちょっとこう相反するところがある。そうです、どうしようかなって思った時にそのレッスンを受けたので、これをやってみようって思って入会しました。その入会していただいて、そこからそのサロンに入っての変化とかっていうのはいかがですか？私はその椎間板ヘルニアを持ってるんですけど、やっぱりその神経痛って季節の変わり目とか気温の変化とかそういった時にふとした瞬間にグワッてくるんですけど、そういう痛みとか不調が来た時に自分でなんとかできるように、結構神経痛ってその神経が痛いってなったところの周り関係する筋肉がギュッて固まっちゃって、で余計動けなくなるみたいなことが起こるんですけど、その時にあ、ここが張ってるからこっちを伸ばそうとかなんかここがなんか固まってすごい呼吸が浅くなってる気がするから、その呼吸のトレーニングやってみようとか、なんかそういう風に自分なりに体のバグに対して反応できるようになったのが一番大きいかなと思ってます。すごいですよね。自分の体を自分で整えられるようになるって勉強してたりとかしないとできないことだと思うんですよ先生のレッスン由来です。その不調って日常生活を過ごしていたら絶対にどこかで不調になるんですよ。例えばストレスがあったりとかすると、その状況が変わったりするとそれに応じて体にダメージって蓄積されてしまうので不調に陥ると思うんですけど、でもそういった時になんか対応できると余力を作れるというか少し余裕ができて、まあ、トレーニング以外でも活かせるところって結構あるんじゃないかなと、うん、なんかそのお話聞いて本当素晴らしいなと思います体重自体は全く変わってないし、むしろ式の絞ってた時より増え、体脂肪率増えたかなって感じなんですけど、でもなんか周りになんか痩せたとか姿勢綺麗になったみたいに言われることが多くなって、意外と体脂肪率とか体重とかなんか気にしてるの自分だけなのかもみたいななんか数字と見た目ってなんか結構違いますよね、はい、体重とか体脂肪は増えてるのに見た目は引き締まるみたいなことが意外と起こるっていう。体調とかも全然違います以前よりも体調がいい。あ、めちゃくちゃいいです、体調は。どういう時にそれを感じるとかってあるんですか？とにかく睡眠の質が上がりましたね。ああ、前は眠りが浅かったりとかがあったっていうことですか？うん、もう寝つけないし眠り浅いし、ユートレさんのサロンだとなんかまず疲れを取ろうみたいな、その外的な刺激を減らしてまず体の疲労感を取ろうと教えてくださるんで、徹底するようにしたら完全に今のび太くんみたいな状態です。布団入ったらもう5分ぐらいですって寝るみたいな素晴らしい疲れてるのは体力がないからだ、じゃあ運動しようみたいに思いがちなんですけど、その運動より前にももっとやることっていっぱいあるんだよって、うん、余力を作ってあげるのが大事なんだよっていうのを、うん、多分ライシさんは実践していただいて、でその余力ができたところで運動をしたりとかしてあげたら、まあ、そこで体力がついてきたりとか睡眠の質が改善されたりとかしてきたんじゃないかなと思います。このサロンなんですけど、どんな人におすすめですか？はい、このサロンにその入ることで、その体重とか体脂肪がこれだけで落ちるって思ってない人とか、やっぱり長い目で見て、その自分の体をうまく使えるようになりたいって思ってる人で、私みたいにその体にそもそも不調があって、不調とうまく付き合っていけるようになりたいなって思ってる人におすすめしたいです。まあ、本当に体の動かし方ですよね。日常生活を、まあ、いかに楽に過ごせるようになるか、でそういうのを練習していくと、まあ、歩き方が変わったりとか、そうするとライシさんが先ほどおっしゃっていただいた通り全身に変化が出てくるんですよね。だそういったところの効果もちょっとこう、まあ、長い目で見て、そういった、まあ、体を、まあ、根本から変えていきたいなっていう人は、まあ、ぜひ、まあ、興味あればという感じで、僕は思っております。こうやって運動初心者の人にもおすすめできますか？運動初心者の人にやってほしいです。なんか
これでその整えてから運動やったらめちゃくちゃ楽しいんじゃないですか。うん、私もっと部活やってる時とかにやりたかったと思って。ちなみにその、はい、サロンに入ってから大変だったこととか、はい、苦労したことっていうのは多分あると思うんですけど、何かあれば教えていただきたいなと思います。まずレッスンで受けたその地味な動きがなんでこんな辛いんだろうね。次の日筋肉痛になったりとか。なんかやっぱり使ってない筋肉を使うので、まず最初はこれでいいのかなみたいな、なんか疑問みたいなのは最初にのうちあるんじゃないかなって思います。でコツがつかめないから結構何度も繰り返しやって、で、アーカイブ残してくださるので、アーカイブでやって、みたいな。だから最初その、結構その、筋トレで30分でパンプアップみたいな感じの、時短が最初はできない。それが結構悩みだったかなと思います。うん、あとは、穏やかな変化なので、気づいたら楽かもとか、なんか気づいたら、なんかライン整ってるかも、みたいな。そういう緩やかな変化なので、なんか急激に効果を求めようとすると、なんか痩せないから漢方飲もうかなとか、そういうなんか短絡的な思考になりがちなので、なんかとにかく長い目で見て自分の体をっていう意識を持つ。長期的にと言われていたとしても、長期的に本当に変わるのかなっていうのはちょっと思ってしまうんですよね。しかも変化ってこう、トレーニングとは違って、トレーニングってすごいここの筋肉に効いてるからすごい変わるような気がするっていうのがあるじゃないですか。でもその僕がやってるのって、そのここにすごい効かせてとかじゃなくて、まあここを眠って寝てる筋肉だからこの筋肉を起こしてあげましょうよ、でこの筋肉働きすぎてるから抑えてあげましょうよっていう、その自分の体にこうなかった刺激を入れてあげるとかなので、ちょっとこう戸惑ってしまうんですよね、体が。やっぱりこう自分の体って、その好きな筋肉を使って好きなように動かそうとするんですけど、まあ、そのレールから一回ずらしてみましょうよっていう話なんですよね。うん、そこをずらすことによって、まあ、全身まんべんなく使えるようにしていく。一つの筋肉を偏って使うんじゃなくて、他の筋肉も一緒に使ってあげて、全身の筋肉使ってあげれば楽に動かせるじゃないですか、みたいな。ただまあそこには時間がかかるっていうことなんですよね。まあ大変だったこととかがあったと思うんですけど、それってどういうふうに乗り越えたかとかっていうのをちょっと教えていただいてもいいでしょうか。体型がすぐ変化しないとかっていう点については結構精神論になってしまうんですけど、もう自分が一番大事なもの、大切にしたいものってなんだろうっていうのをまずはっきりさせるっていうのが、うん、個人的には大事かなって思ってて、私だったらその家族と囲む 食卓とか、あとは自分の仕事、あとは一番は自分のことを自分が好きでいられるかみたいな、そういうことが大事かなって思ってて、別にその今の体重体型で自分のことをなんか愛せたら別にそのままでも全然なんか太ってても痩せててもどっちでもいいと思って、自分がどれだけそれを大事にして快適な暮らしができるかっていうのが一番大事だなって思って、それを洗い出してみる作業というか、それをまずしました。実はその自分の理想を洗い出してみたら、本当にそんなカリカリになるまで痩せたいのかなみたいな。いや、もちろんそのそれが好きな人はそれでいいと思うんですけど、自分がそうなりたいかってなんか考えると、なんか別にそうじゃないかも。ちゃんとメリハリがあって、運動の時しっかり動けて体に不調がなくて健やかな体が理想だなって思ってたので、なんかそこに劇的な体重の変化とか体脂肪の変化って求めてないなって思って、で、そうしたら、サロンの理念ともマッチングしてるじゃないですか。なんかその副産物として、
あ、なんか体軽いなって思って体重減ったら、あ、1キロ減ってたみたいな、そういう感じでいいのかなって思って、メンタル面では優先順位をつけて、その一番優先すべきことを優先した上で、なんかやれることやっていきましょうみたいな。すごく大事なお話だと思ってます今のは。やっぱその体を変える作業って、ちょっとこう、うん、合ってるか合ってないかを確かめながらやっていくっていうことが結構あって、うん、でそれがこうちょっとずれた時に、あ、これで大丈夫かなとか、いや、痩せにこだわってしまうということがあると、あ、痩せないどうしようみたいになったりするんですけど、まあ、でもライスさんの場合って、まあ、そういうのを、まあ、しっかりこう自分をこう好きでいられるような状態にするっていうのが、うん、まあ、本当に大事だなと思うんですよ。それができることによって本当にメンタル面って落ち着いてくる、まあ、ベストを目指さなくてもいいんじゃないのっていう、はい、そのベターでも全然なくて、うんうん、あ、まあ、今日は運動できなかったけど、まあ、明日やればいいよねぐらいなポジティブな気持ちでいられたりとか、そうするとちょっとこう乗り越えられたりとかするんですよね。まあ、ゆうトレに興味があったりとか、あとはされている方とかにメッセージがあればお願いいたします。よく100歳までこける体をっておっしゃるじゃないですか、はい、まさにそういうことで、本当にその100歳までって長い目で見て、その自分の体をうまく使いたいなとか、なんか自分の足でずっと歩きたいなって思ってる方にすごくいいサロンなんだろうなって思います。即効性を求めてる、その即効性がその体重体脂肪の変化じゃなければ、今すぐその体の不調となんか折り合いをつけていきたい、そういうことだったらすぐに実感ができるし、機能面の変化を感じられる内容なのかなって思います。なんかしっかりそのダイエットとかボディメイクとかされてる方、なんか結果を出されてる方ってやってるような内容で踏襲してやってるはずなので、もう本当に土台作り、こっから頑張って体を作っていこうみたいな、こっからいろんなことやってきたいけど、まず何したらいいんだろうなみたいな方にもすごくおすすめしたいなって思います。ありがとうございます。サロンメンバーだったらわかると思うんです、結構なんか大丈夫ってぐらいアーカイブとか残ってるので、自宅でしかできない人とかにもすごいいいんじゃないかなって思います。アーカイブはそうですね。まあ自宅でもうたくさん復習をしていただきたいということで、まあ期限を特に決めないっていうことをしています。あとはその、ね、100歳まで動ける体をっていう、まあ、本当にそういった体作りたい人ですよね。まあ、いつまでも自分の足で歩いて、まあ、旅行であったりとか買い物であったりとか、まあ、できるような体を作っていければ、まあ、それって幸せだよねっていうとそうですね、ちょっとこう、まあ、考えている人とかは、まあ、ぜひ、ね、まあ、ご興味あればゆうトレのサロンを見ていただければなと思っております。ライシさんの今後のこう目指す目標とかも聞かせていただいてもよろしいでしょうか。私は今30代で夫と2人で暮らしてて、子供もいなくて、ここから先子供がいるいないに関わらず結構ライフスタイルが変わっていくんじゃないかなって予感してて、キャリアが上がるとか、その子供ができるとか、その女性だと女性ホルモンの変化とか、なんかそういう体質とか体型の変化って絶対これからたくさんあると思ってて、ただこのゆうトレサロンでやってることってどの年齢でも大事なことをやってる、土台をなんか整えながら様々起こりうる変化になんか対応できるなんか機能を獲得するみたいな、うん、変化に強くなりたいです。いい目標ですね。変化に対応できる体っていうのもやはり土台があってからこそだと思うんですよ。すごいこう土台ちっちゃかったら上にこう積み上がっていくものが崩れたらすぐ倒れちゃうじゃないですか。土台が大きければしか上に積み上がったものもこう倒れない崩れない体っていうのを作れてくると思うので、
やはりこう年齢重ねていくと、やはりこう不調になりやすい方も、まあ、多かったりするんですよね。そこで耐えられる体を作るっていうのは、年齢が早い遅いとかっていうわけじゃないんですけど、やはりまあ早い方がいいんですよ。やはり早い方がその何十年も積み上げてきたものをこう変えられるのでいいんですけど、まあでも年齢問わず今変えたいなって思った時に、ぜひまあその土台を整えられるチャンスがあるのであれば、その飛び込んでいただきたいなというふうには僕は思っています。よく言いますもんね、今日が一番若いそうですねきつい運動とかっていうのはないじゃないですか、はい、すごくハードで、あ、もうこれ以上は無理みたいな運動っていうのはないので、本当に僕のサロンだと20代の方から60代70代の方までいらっしゃいますので、年齢とかも関係ないと思っていただければなと。ではライシさん、素敵なお話を本当にありがとうございました。来年の1月からまたアップデートしたユートレのサロンをまた公開する予定なので、まあ、今回のお話を聞いて気になった方は、まあ、概要欄にあるその Twitter とか Instagram とか、あとは公式 LINE の登録をしていただけると嬉しいです。それでは今回はユートレサロンの受講生のライシさんに来ていただきました。本日は本当にありがとうございました。